第2回十字軍における、ハイン・リヒ2世。ハイン・リヒ2世やゾミルゴットは、第宮中博、オーストリア編教博及び、バイエルン公、あとに、オーストリア公、バーベンベルク家の人物。オーストリア編強博レオポルト3世と神聖ローマ、皇帝ハイン・リヒ4世の娘、アグネスの子で、バイエルン公を兼ねた、レオポルト4世の2位。シュバーベン大公フリードリヒ2世。 ローマ王コンラート三世の威府帝にあたる。バイエルンは、ベルフ家のハインリヒゴーガン公からコンラート三世が、取り上げ、レオポルト四世に与えた領土である。ハインリヒ二世は、弟のレオポルト四世の死後に、バイエルン公国と、オーストリア辺境白領を手に入れたが、ゴーガン公の一人息子である。 ザクセン公、ハインリヒ思考が皇帝フリードリヒ一世にバイエルンの返還を要求。1156年にフリードリヒ一世は要求を受け入れてバイエルンを思思公に与えた。代わりにハインリヒ二世をオーストリア公に助爵。オーストリア返教白領を公爵領に昇格させた。1147年、シュテファン大聖堂の建設を始めた。 1155年頃、首都をクロスターノイブルクからウィーンへセント、イゴウィーンはオーストリアの首都となった。1177年に死去、オーストリア皇位は2番目の日、テオドラ・コムネナとの間の息子レオポルト5世が継いだ。1142年に神聖ローマ皇帝ロタール3世の娘で、ハインリヒ子皇の母ゲルトルートと結婚したが、翌1143年に死去。 1148年、東ローマ皇帝マヌエル一世の名手オドラコムネナと再婚、三人の子を設けた。ありがとうございます。